それではただいまから火入れです。それでは最初に川上を子供用を走らますから順次松明を投げ入れていただきます。松明については河原の湯各役員からそれぞれ受け取ってください。子供用松明に投げ入れる方は小学生のみです。必ずヘルメットをかぶってご参加してください。また大変危険ですので係員の指示には必ず従ってください。